アデヤッコは、鈴木ス鈴木アモク巾着イカに属する魚。全長約25センチメートル。幼魚と生魚とでは、まるで別種のように色彩や模様が違う。幼魚は、濃紺の地に白い島が、さざらみのような模様が入る。生魚は、名前の通りアデヤかで美しい。体色は、黄色と青が複雑に入り乱れ、頭部は口周りが濃い青、目の周りが濃い黄色。 背びれ後方の付け根あたりには、ブルーのスポットが入る黒点がある。よく、似た種で養魚器は、六千薬庫制御は、稲妻薬庫に似ている。六千薬庫の養魚は、本種の養魚と模様や白線の入り方が似ている。しかし、本種は成長するにつれ、目の周囲が次第にオレンジ色になってくる。稲妻薬庫は、あで薬庫の制御にそっくりで、一目では、区別がつかない。 稲妻やっコは、口元が黄色で、頭部上部からエラ、腹、尻びれ、尾の付け根にかけて、濃い青の模様がある。それ以外の体側、背びれ、尾は黄色である。ただし、この種は、日本国内では見られない。珊瑚礁や岩礁域に生息する。日本では稀で、沖縄でもあまり観察された記録が多くない。ケラマ諸島、や八重山諸島の入り表島で見られる程度。 常に単独で行動する。岩の割れ目などに沿うように泳ぐ。警戒心が強くすぐ隠れようとする。比較的大型になるため、他の同種よりボス的な地位が得られるための縄張り意識もかなり強い。西部太平洋からインド洋にかけて生息する。日本では稀で沖縄でもあまり観察された記録が多くない。モルジブなどでは普通種でかなりの確率で出会える。 幼魚はあまり観察されていない。現在、日本で観察記録があるのは、ハトマト沖にあるバラスニシカスミの根というポイントで数個体確認されている。観賞魚として人気が高く、アデヤッコの和名よりもブルーフェイスエンゼルの名前の方がよく親しまれている。比較的大型になるので、新山者はしつこく追い回されることもある。気が強いが、丈夫なため初心者でも飼育できる。 しかし、入荷数に限りがあるのかかなり効果である。最近、養魚も入荷されるようになってきた。ありがとうございます。